よお前ら、俺様だ、今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、今日2019年9月7日土曜日ですね。はい、休日なんですけどね。そう、今時刻はね、10時29分なんですね。10時29分です。はい。で、ね、まあそうですね、まあ最近ちょっとあんまりね、動画のストックはいっぱいあるんですけどね、編集っていうか、なんかこう、なんていうか、編集っていうほどの編集はほとんどしてないんですけど、量がいっぱいあるんで、いろいろね、揃えたり、そのなんか公開予約をしたり、ね、いろいろその保存したりとかっていう作業結構めんどくさいんですね。で、それをやってね、なんかいろいろやる気が、動画やる気がね、なかなか起きずにね、あんまり投稿頻度がね、落ち気味なんですよ。はい。あと、無編集をね、最近ちょっと増やす感じでね、できるだけなんか面倒な作業をできるだけ簡略化しようってね、そういう感じですね。で、今日はね、だいたい7時ぐらいに起きて、さっきちょっとね、近所の松屋に行ってきました。で、帰りちょっと急に腹が痛くなってね、コンビニに駆け込んだらね、ちょうどね、故障中で、小便器の方は空いてたんですけど、大便器の方が故障中でね、もうやべえ、漏れると思いながらね、ファミリーマートに入ったんですけど、ファミリーマートがトイレ壊れてたんで、その、もうちょっと先のね、セブンイレブンにね、駆け込みましたって、ちょっと朝からね、まあ、災難ってことではないんですけど、めんどくさかったですね。で、俺様最近はね、もう夜10時に寝てたんですけど、昨日はね、なんか、おっさんずラブ見てたら、初めて見たんですけどね、結構ハマっちゃって、3話ぐらいまで見たらね、なんか3時ぐらいになっちゃいました。で、7時、8時ぐらいか起きたの、8時ぐらいに起きたんで、まあ、あんまり寝てないんですけどね、もうちょっとね、暑くて寝れなかったんでね、起きちゃいました。で、まあ今日はね、まあ今10時30分なんですけどね、午後ちょっと出かけようかなと思います。青春18切符がね、1回分残ってるのと、あとちょうど、クア&ホテルグループ、伊沢健康ランドとか、信州健康ランドとかね、スルア健康ランドで使える、なんか半額券、9月いっぱいかな、確か9月いっぱいが期限の半額券が持ってるんで、ちょっとね、午後、長野の方に行こうかなと思ってますっていう感じですかね。はい。あとはその前に今日掃除したんで、久しぶりに掃除したんでね、ほこりがすごかったですけど、まあ、だいぶ綺麗になりました。まあいろいろちょっと、まあ、そうは言ってもそんなに綺麗ではないんで、いろいろとね散らかってんでね、こんな感じでね散らかってるんで、まああんまりこれ以上映さないんですけど、まあでもね、だいぶ前と比べれば綺麗になりました。で、まあ隣寝室なんですけどね、寝室はもっと綺麗になりましたね。はい。なんかちょっとほこり、寝ててほこりっぽいなと思ったんで、さすがに掃除しました。まあ最近はね、まあ、平日は働いててね、まあ帰ってくるのは、まあ最近仕事暇なんで、定時に帰ってくるんですけど、まあでもなんか帰ってきたら何もやる気がなくてね、もう動画すらやる気がなくて、もう帰ってもう7時ぐらいに毎日寝てたんでね、なんかね、眠くはないんですけどね、なんか気疲れしちゃって疲れちゃってね、すぐ寝ちゃってる感じですね。で、まあ動画やる気もあんまりなかったんですけどね、まあ今からちょっと動画、さすがに編集溜まってるんで、未編集のやつがいっぱい、カメラとかパソコンに溜まってるんで、それをちょっと放出していく感じかなと思います。まあ、編集はほとんどしない感じで出していこうかなと思います。あと、まあ、午後で、また出かけるんでね、出先でいっぱい動画撮ると思うんで、撮れなくなる、メモリ不足で撮れなくなると思うんで、もう、まあ、YouTube にアップして、カメラ、パソコンのハードディスクには保存してるんですけど、カメラとか、まあ、iPhone でも撮ってるんですけど、まあ、これ iPhone なんですけど、まあ、そこからね、消していっぱい動画撮れるようにしようかなと思ってますね。で、あとこれ、見てわかる通り、これ財布がパンパンなんでね、なんでパンパンかっていうと、まあ、お札も、まあ、お金も入ってるんですけど、ほとんどレシートなんですね。で、なんでレシート貯めずに、こんな捨てずに貯めてるかっていうとね、レシート紹介の動画撮るために、ね、残してるんですよ。まあ、でもね、家の近所のレシートとか、職場の近所のレシートとかはね、個人情報の関係があるから、もちろん紹介せずに捨ててるんですけど、うん、まあ、よく俺様ね、出歩くの好きでね、出先で買ったなんかいろんなレシートとかは紹介するんで、まあ、今から、そうですね、動画で紹介できるレシートとできないレシートを分別して、まあ、紹介できないレシートは捨てるっていうか、大体でも近所のスーパーとかで買ったレシートはその場でレシート捨て場に捨てるんでね、まあ、あまりないから、大体これはまあ、紹介できるレシートがほとんどなんですけど、なんか今、レシート紹介の動画を撮って、この財布もね、ダイエットしてって感じかなって思います。はい、ということでね、そう。今ちょっとね、掃除が終わってね、お茶を飲んでゆっくりしてたところです。今からね、この動画も無編集でそのままアップします。それであと、レシート紹介の動画を撮って、他にもちょっとパソコン上に溜まってるね、未編集の動画を編集して、まあ午後、まあまあ夕方ぐらいかな。うん、今日はもう、長野に行って、信州健康ランドに泊まろうかなと思ってます。はい、ということですね。まあなんか見て回るのは明日。ちょっとね、糸魚川の方に行こうかなと思ってますね。今日、信州健康ランドに、まあ、夕方頃行って、明日、10時ぐらいが多分チェックアウトだと思うんで、そう、最上階のね、900円のバイキング、朝食バイキングを食べて、まあ、ゆっくりと明日はね、一日、
まあ、ちょっと信州、まあ、長野近辺とか、あの、糸魚川の方まで行って帰ってこようかなと思います。はい、ということですね。それではさようなら。ボーボー。